リー・モーガンリー・モーガンはジャズのトランペット奏者。アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。子供の頃から才能を評価されたブルーノートレイベルの代表的トランペッター。1956年にディジー・ガレスピー楽団に在籍し、その年には早くもブルーノートからインディードでデビューし、その艶やかで伸びのある輝かしい演奏スタイルから天才トランペッター。 クリフォード・ブラウンの再来とも呼ばれた。1957年3月24日に録音されたアルバムリー・モーガンボリューム3の中のアイリメンバー、Remember, クリフォードの演奏で高い評価を得た。1958年以降はアートブレイキーザ・ジャズ・メッセンジャーズにも所属し、トランペット奏者としてまた一部の曲の作曲を手掛けた。この時代の演奏ではモーニンなどが知られている。 リー・モーガンの曲で特に有名なのは1963年12月21日にレコーディングされてブルーノートレイベルから発表されたザ・サイドワインダーでビルボードチャートの25位まで上昇した。これは当時のジャズ界では空前のヒット作であった。シングルカットされたタイトル曲のザ・サイドワインダーは 8ビートをジャズにいち早く取り入れた楽曲の一つで、カバーも多い人気曲である。1972年2月18日、リー・ムーガンは、ニューヨークにあった、ジャズクラブ、スラックスでライブ演奏をしていたが、その2ステージ目と3ステージ目の合間の休憩時間に、年上の愛人ヘレン・モアに、拳銃で撃たれ、直ちに病院に移送されたが、ほぼ即死状態だった。 死亡が確認されたのは2月19日午前2時45分だった。去年33歳。2016年には、この殺害事件の真相に迫ったドキュメンタリー映画、私が殺したリー・モーガンが、制作、公開された。ありがとうございます。